しいな。今日来ること伝わってないのかな。すみません。冷たい。大丈夫ですか？鼓動がない。大変。救急車呼ばなきゃ。うるせえ。人んちでギャーギャー騒ぎやがって。生きてる。当たり前だろ。俺様を何だと思ってんだよ。だって心臓動いてなかった。何って決まってんだろ。お前をいただくんだよ。アヤト、何ですか創造主。チッ、レイジか。ここはエントランスホールですよ。仮にも客人を迎える場所です。そういうことは自分の部屋でやりなさい。ああ、つまんねえの。助けてください。あなたは？小森ゆいです。父がここにお世話になるようにって。聞いてませんね。あえと、どういうことですか？ああ、俺が知るかよ。つうか父なし、お前そんなこと言わなかったじゃねえか。それはあなたがいきなり襲いかかってきたから。今父なしって、それ私のこと？当たり前だろ、バーカ。そんなこともわかんねえのかよ、父なし。おかしいですね。私は何も知らされていませんが。あなたたちは？ここで話というのもなんですから、とりあえずこちらへ荷物頼みます。ではまずは礼儀として、勝手に上がり込んだあなたのことから話してください。あ、はい。あのおやおやおや、こんなところに可愛い人間の女の子だって。うん、甘くていい匂いだね。僕にも舐めさせてください。甘いです。二人とも初対面の女性に対して少しぶしつけなのではないですか？美味しそうなものを見たらすぐに試さないとね、カナト君。はい。お前らいい加減にしろよ。こいつは俺様が最初に見つけたんだ。こいつの初めては全部俺様がいただく。だっせ、俺様俺様って聞き飽きたんだよ。ざけんな。その声はスバルだな。出てきやがれ。ここだ。ああ、やけに人間くせえと思ったらお前か。貴重な睡眠時間をどうしてくれるんだ。どこから入ってきたんですか？俺が先に聞いてんだ。誰か聞いていますか？今日からこの方が我々と住むこと。何かの手違いだと思います。お邪魔しました。待ちなさい。私が事実確認をしているのですよ。今出ていくとは失礼だと思いませんか？でもあんたがあいつが言ってた女なのか。シュウ、お前こいつのことなんか知ってんのか？まあじゃありませんよ。きちんと説明してほしいです。あいつがこないだ連絡してきて、教会からの客人が来るので丁重にもてなせと。はあ、
つうことは父なしは花嫁候補ってことか。え？そういうことですか。花嫁っていうか生贄だよね。ああ、あと殺すなとも言ってたな。へえ、じゃあその子とは長く付き合えそうだね。どうやら間違いなかったようですし、きちんと紹介しましょう。あそこにいるのが長男のシュウ、私が次男のレイジ、三つ子のアヤト、次は逃がさねえからな、カナト。また味見させてください、ライト。よろしくね、ビッチちゃん。そして末のスバルです。ちっ、めんどくせ。でも何かの間違いじゃ、花嫁とか全然聞いてないし、それにあなたたち何か変。私の携帯返してください。どうすっかな。返してお願い。何を。こうするんだよ。ひどい。うせ。まあまあ、ビッチちゃん、これからは僕らと仲良くするんだから携帯なんて必要ないよね。僕さっきからお腹ペコペコなんですよ。ほんと美味しそうな匂いしてるね、ビッチちゃん。ヴァンパイアはニンニク十字架太陽に弱いなど、人間が作ったおとぎ話が我々に通じるとでも。それこそ愚かな人間の思い上がりというもの、不愉快極まりない。しつけが全くなっていない壊してあげる。言ったでしょ、ここに住むなら電話は必要ないんだって。さて、どこかな、ピッチちゃん。当ててみて。どこ行こうってんだよ。こっからはお待ちかねの絶叫タイムだ。思いっきり泣き叫んで俺を楽しませろよな。どうせもう逃げられねえんだからよ。
さんの日記。どうして？ユイは私に幸せをくれる。もはや自分の子ではないという事実は何の意味も持たない。大事な授かり物に日々感謝するのに。どういうこと？私、お父さんの子じゃないの。なんでお父さんの日記がここにあるの？よりによってこの部屋に入ると。ここは誰も立ち入ることのできない開かずの間なんですよ。また新しい鍵をつけなければいけませんね。あんた、どうやって入ったのかな、ビッチちゃん。餌なんだからじっとしててくださいよ。私は餌なんかじゃ。つべこべうぜえんだよ。ああ、もうスバル君また。うるせえ。その顔、最高にそそるな。僕もいただいちゃおうかな。僕も舐めたいです。あなたが把握しなければならないことはただ一つ、我々から決して逃げられないということです。相変わらず回りくどい言い方だな。逃げたら殺すって言いやいいんだよ。悪い、俺が倒した。よう、父なし。覚悟はいいか。神様。目の前にあるものを全て奪い、手に入れた獲物をなぶるのは支配者の特権。止まらない絶頂へのプロローグ。どこまでも落ちてもがけ。